この年1971年水色の恋でもう一人のアイドル天地真理がデビュー。大ヒットを記録し国民的アイドルへと上り詰めた。ドラマ時間ですよに出演し、その知名度をベースに人気者となった天地は、まさにテレビから生まれた新時代のアイドル。歌手デビュー後は白雪姫の愛称で親しまれ、老若男女を問わず幅広い年齢層に支持された。天地真理がさらなる人気を得ることになったのが、子供向けのテレビ番組真理ちゃんシリーズ。なんと天地真理自身のキャラクターグッズも作られるようになり、その人気は日本中に広まっていった。中でも爆発的に売れたのがこの真理ちゃん自転車。天地真理は70年代前半だけでオリコン1位獲得曲は5曲。まさに空前の人気だった。まずこの歌声から。そんな天地真理のデビュー直後の貴重な映像があった。さよならの言葉さえ言えなかったの、白雪姫みたいな心しかない私、遠く去ってゆく人に涙だけがひとしずくひとしずく飛んでゆくの。あの人にさよならを言わなかったの、さよならはお別れの言葉だから、彼女たち新三人娘は小柳と天地が同じ事務所、南と天地が同じレコード会社ということで、3人でのコンサートも企画され、たびたび雑誌などで特集も組まれるなど関係も深かった。